今2歳ですね。2歳、はい、若いね。大丈夫大丈夫大丈夫、最後。はい、どうも。マリさん、普段爪切りするんですか？やってる。結構抵抗されたりしないんですか？いや、そうでもないね。あ、そうなんですか？ちょっとできるため引っ掛けたりするよ。コツとかあったりするんですか？そうですね、あんまりお手とか足をこう引っ張って出そうとしないことですね。こうやってこう周りが見えないようにするっていうのは大丈夫かな？そうですね、あのどうしても爪切りとかあの何かされるっていうのを見えると、うん、猫ちゃん余計に引っ込めようとするところがあるんで、これだったら聞こえない見えないっていう感じなんですよ。よいしょ、はい、ありこちゃんです。で一番最初になんか猫を、うん、あのグルーミングの専門でやってるってびっくりしましたね。ああそうですね、はい、はい、お耳見ましょうね。これ猫の耳ってね、あのペタペタするんですよ、これ油ね、はいはい、こういう油がねちょっとありますね、ペタペタね、綿棒で、綺麗ですね。そうですね、綺麗な方なんですけどね、こんな感じですね。ちょっと汚れてますね。リコさんですね。すごいリンクスチップのここがね、豊かな子ですね。そうですね、ね、綺麗。よいしょ。メイクで初めて買ったんですけど、なんか犬みたいですね。そうですね、トイレまでしてる。最初に比べてすごい人懐っこくなりましたね。そうなんですか。ね、愛情ですね。逃げ回ってたんで、猫ちゃんの性質って、はい、もう 75% が生まれ育っ、はい、こうなんて言ったらいいのかな、親からもらった性質が大きいところがあるんですよね。で、あとの 25% は飼い主さんがこう穏やかになるように飼ってもらったり、はい、ワイルドになるように飼ってもらったりっていろいろ変わってくる部分なんですよ。だから元からの性質ってなかなかちょっと変わりづらいところがあって、はい、やっぱり性質のいいブリードをね、知ってもらうのが一番なんですよね、飼いやすい猫ちゃんね。綺麗に溶かしてね、もう洗っちゃいますね。どんぐらいまで大きくなるんですか、猫は。そうですね、女の子でだいたい6キロ、大きくても7キロ。男の子でこう去勢手術したりするとちょっと太めになって10キロぐらいになる子もね、多いですね。もうちょっと大きくなる。そうですね、この子は結構骨格がいいのでもうちょっと大きくなるかもしれませんね。メインクーンとかノルウェーなんてね、あの成長が遅いんですよね、他の猫より大型なんで。あ、うん、3歳ぐらいが一番こう骨格筋肉がしっかりね、うん、ついてしっかりしたもう大人ですよみたいな感じですかね。ブラウンパッチドタビーですね、女の子しかない色ですね。あ、そうそう、うん、あの男の子っていうのが猫が黒と赤を一緒に持てないので、ミケのオスがいないって聞いたことがあるんですね。それとそういう感じでこの子ブラウンなんですけど、ちょっとここに赤い色ありますよね。これ女の子しか出せない色なんですね、茶色い島の赤い色が入って、そんな色ですね。よしよし、はい、じゃあお風呂入っていきましょうか。尻尾見て。尻尾見るのは何？尻尾がね、あの猫ちゃんってこの上ですね、はい、あのオイリーな部分が多いところなんですね、はい、ちょっとペタペタしてます。ペタペタしてますか、はい、じゃあお風呂の時に大事な。そうですね、あ、そっからなんか油出るんですね。そうです、そうです。ちょっとフケになってるのもわかりますかね。あ、そうですね、うん、尻尾もたまにとかするようなんで。あ、そうですよね、なかなか飼い主さんここまで尻尾分けてね、しないことがね、しないっていうか猫ちゃん逃げちゃいますもんね。よし、じゃあ持っていきましょうか。はい、オッケー。じゃあお風呂溜まってる。はい、じゃあお風呂行きます。はい、これはもうね、もうね、はい、この先生のね、猫の抑え方
あの胸を押せんでね、前から。前からこうやって押せんで。前からね、うん、行かないでほしいので、ね。前から押さえると、はい、猫ってこうやってなんか動作するとき、あの背骨を縮めてピャッと伸ばす力でピョンと瞬発力が出すからさ、前を押さえると背骨使えないからね。あ、それで、うん、動けないんだ。あ、動けないんだ。動けない。大きいね。よいしょ。はいはいはい。今一日何頭ぐらいやってる？そうですね。私だいたい一日マックスで、あのきっちり最初から最後まででしたら3頭ぐらいですね。あの昔はね、家の子だったら8頭も9頭も給湯器の湯なくなるまでやったんですけど。だけれどもね、お客様の大事な猫ちゃんで。こうちょっと毛難しい子ですとか、あの毛玉がびっちりあるっていう子なんかだと、もう3頭が限界ですね。いや大変でしょ、猫も暴れる子は。暴れる子はね、はい、うん、私ども上手にこうハンドリングする技術があるので、はい、それ見てびっくりしました、本当。昔あの、獣医さんに、はい、猫は自分で水くらいするんだから洗わなくていいんだよとか言って、はい、言われたんでね、はい、なんかとはいうもののちょっと汚れてるから洗おうかなと自分でやったことあるけども、はい、風呂の中も逃げ回られてさ、そうですね、大変だったよね、そうです、あの抑え方が分からなくてさ、そうです、そうです、だからね、あの飼い主さんに懐いてても猫ちゃんこういう非現実的なことをあんまり受け入れる、こうなんていうのかな、生き物ではないので、とにかく逃げようってなりますもんね。もっと水苦手なのかと思ったら普通に入るのが入るんですね。そうですね、お水が苦手っていうのは結構迷信っぽくって、あの音がね、シャワーとか、はい、この蛇口から出るカランの音にびっくりして、そして飼い主さん蹴り飛ばして逃げるっていうのはほとんどですね。ペットボトルの水は無意味なんですね。そうですね。あ、そうなんですね。うん、全然無意味です。気に。これ、みーちゃん先生の YouTube、うん、見てみ、本当に。すごい勉強になるし、でこんな暴れん坊の猫どうやって洗うんだろうっていうね、もうハラハラするんだけど、ちゃんと手なずけて最後までやっちゃってね。すごいよね、本当に。ポイントポイントの猫のコントロールの仕方っていうか、抑え方すごいね、うん、そう、今見てても明美はもっと暴れてるイメージ暴れてるイメージよって余計に動かさないんだよね、これ。どうしましょう、こんなにレッピンさんなのに暴れてるって言われてるよ。目洗ってる時よりも10倍ぐらい丁寧だよ、本当に。これぐらいの深いシンクだったら便利だよね。そうですね、うん、あの猫ちゃんね、あの十分こう身体能力があって飛び出せる生き物なのでね、でね、一旦ねスイッチ、暴れスイッチ入っちゃうと大変じゃないですか。あ、そうですね、ね、はい、なのでまずスイッチをこう入れない、もしくは遅らせるようにね、優しくしていきますね。前田さんがやってると結構暴れるんですよ、結構動くんだよね、こうやって、こうやって動くんですよ、ここからこうやってこう胸の前をこう押さえてるんで、うん、やってるんで片手でこうやって、だから片手で必ず押さえて片手でやるっていう方法はね、もうみーちゃん先生からですね。そうですね、今なおさら静かなんで、さらになんかテクニックがあるの。いや、すごいですよ。いや、俺がやる時のも、もう3分の1も動いてないよ、ね、本当。それ何がやっぱり先生のテクニックどうしか言いようがないですか。そうですね、こう猫ちゃんに痛くないように協力してもらえるような感じですね、はい、よいしょ、はい、口、専用のドライヤーなんですか。そうなんですよ、猫ちゃんマシーンなんです。あ、そうです。ペット用の業務用って犬用しかなかったんですよ。それを猫ちゃんがこうドライヤーかけても怖くないように、音も静かにしてほしいって言ってね、で作ってもらったんですよ。メーカーさんが作ってくれたんです。あ、先生がお願いして作ったんですか。そうです、そうです、あの共同開発ですかね。湯の温度は冬でもあの温度でした。
一番最初がちょっと暖かかったんですよ。40度ぐらい。はい、一番最初だけちょっと40度ぐらいにしてもらって、シャンプーとクリームの力だけではこの油って猫ちゃんの浮かしにくいんですよ。なので最初だけ暖かいお湯、その後もすすぎになったら冷たく、あんな時間かけてもいいもんなんですね。そうですね。いや、自分あんまり熱いお湯に長いところかけたらなんかなと思って、うん、そうです、そうです、最初だけです。今人気洗って45分ぐらいです。あ、そうですか。だいたい20分ぐらいがベストなんですけど、ちょっとこの人かなりオイリーな部分がたくさんあったので、ちょっとだけね時間かかりましたね。もし家のドライヤーでやるとしたら、そのクールみたいな、ちょっと冷たい風、送風みたいな感じ、あったかいのの風量が一番ちっちゃいやつ。あ、多分ね、セットモード、セットですね、はいはい、うん、がちょうどいいと思います。女性がこうブローする時の、はい、あったかくてでも風量一番緩いやつです、うん、特にこのお顔周りは一番風量の弱いやつで私やってるんです、ね、お顔周りはいやー、全然動かないなでもね、結構ね、力強い人でね、私でもね、行かれる可能性がありますね今噛もうとしましたねこの子、うちに来た時、一月冷蔵庫の裏から出てこなかったんです。あ、怖がりさんなんですね、はい、で夜中に出てきて餌食うみたいな、うん、うん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 、で、自分の体が大きくなって冷蔵庫の裏に行けなくなって、ようやく出てきた、うん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 、もう諦めよう、はい今ね、なかなかね、逃げさせてくれなかったんで、本気じゃなくて、パクってして逃げようと思ったのね、うん、でも、スカスカしましたね私の方が早く。あ、戦略があるんですね。そうです、戦略があるんですよ、で、この人たちの戦略を見抜いてこそ、キャットグルーマーですね。見たら、最初関西までやれたんですか。そうなんですよ。関西どちらで私、住まいが神戸で。あ、神戸、うん、なるほどね。地元が神戸なんですよ。で、大阪の専門学校で、はい、もう20年近く講師やってたんですよ。あ、動物の、猫の、うん、犬猫のね、猫の、うん、こっちに来て、この猫ちゃんの協会を、はい、うん、発足して、今ですね、大阪で始められたのが20年ぐらい。そうですね。もうブリーダーは35年ぐらい。あ、ブリーダーもやってらっしゃる。ブリーダーやってますね。私、ペルシャ猫が大好きで。ペルシャ猫は。はい、まあ。いわゆるブリーダーって言っても自分のためのブリーディングで、この子とこの子の間の子見てみたいっていうようなね。もうそろそろ、こう、猫40年ぐらいにね、なりますね。みーちゃん先生がこうやって猫専門でやられる前から、うん、関西の方にその猫専門でやってる人っていらっしゃるんですか。いないですね。そうですよね、うん、日本全国にもないんですよね。そうですね。先生のお弟子さんも結構いっぱいいらっしゃる。そうですね、ずっと古くから家でも教えてましたし、はい、で、学校でも教えてたので。あ、すごいですね。そうですね。でも教会ができてからきちんとしたライセンスっていうのを発行を始めたんで、はい、実質4年ぐらいかな、まだな、うん、うん、あの YouTube の立ち上がりぐらいからですか。そうですね、うん、たまたま偶然見てたんでね。ね、 YouTube で、いや、猫専門でって言ってると大丈夫なんだろうかって見たら、うん、もう全然苦労もありませんとか語りかけながら、はい、もう中にもうえーってもうずっとうなりっぱなしの猫でも普通にやってるんだよ、ね、うん、なんていうか、今回も個人的に前田さんがご依頼があった中で釣りに取りに来たっていうところそうですね、本当に嬉しいです。やっぱりこう有名な方とかがそのちゃんとしたこう猫の飼い方の啓発ですね、はい、してくださるとやっぱり一般の方もね、うん、うん、浸透していくのでね。いや、もうね、もう猫を洗う手順まず爪を切ってブラッシングやって、
で必ず片手で胸とか、うん、胸を中心に押さえて、で片手でこう、まあ、水かけたら、はい、あの一連のやり方、はい、すっごい勉強だった。こうやってブラシを入れながらドライヤーできるとね、帰ってから3週間も4週間も溶かなくても毛玉にならないんですよ。こうやってブローするような感じですね。あ、根元からやるんですね。そうですね。全部乾かし終わった後になんかこう根元がこうちょっと湿ってる時あるもんね。そうですね。こうやってドライヤーの勢い借りて根元から乾かしてくださいね。今ね、前田さんね、はい、私ね、関節技を使ってるんですよ。関節技格闘技の方よくやられるじゃないですか、はい、相手を動けなくする、はい、実は猫の場合は猫の場合はね、はい、こうやって上を上げながら優しく押してるんです、はい、そうするとテコの原理が働いて動けなくなる。そうなんですよ。そうですか。うん、なので痛くない程度に上げてもらって、そしてそーっと優しく、あ、なるほど、立たないように、あ、なるほど、あ、よく立たれちゃいますもんね。そうなんです。そうするとね、案外こうやりたいところで助けて助けてって今言いましたね、うん、四つ足の動物に詳しい人に聞いたら、うん、なんか四つ足類はこう背骨のね、背骨を縮めたり伸ばしたりする動きが瞬発力のもとになるんだって、うん、だから猫とかもこうやってやるときこうパーンとこう背骨を伸ばすんだって、その前に伸びようとする力を押せるんやったら胸元を押せるのが一番いいんだって。うん、で、で首だと苦しいんで、いわゆるこの鎖骨のここですね。そうですね。ちょうど胸と鎖骨の間ぐらいのデコルテっていう部分を主にここですね、押さえとくんですよ。ほんで半信半疑で やったらもう俺みたいな初心者で全然できたからね。ほんとにこれ指開いちゃってるのか。そうです。そのくらい気持ちいいんだね。困ってますでしょ。どうして起きれないのかわからないんですよ。ほんと関節技ですね。そうなんです。こうやってそっとそっと見させてすごいのはね、なんかね、パッと手がかかった時、あ、ね、今何々しようと思ったでしょみたいなね、うんうん、次の動きはちゃんと予想できない。そうなんです、そうなんです。格闘技もそうですよね、うん、相手のその次の動きが分かんないとやられちゃいますよね。そうそう。毛玉取りますね。気持ちいいね。あ、こうやって肌ギリギリにバリカン通すときはバリカン立てた方がいいですね。そうですね、垂直に。そうですね、これのこのミニバリの角度がそんな感じにできてるのでね、毛玉をこう寄せるように寄せるようにしていくと上手に、こうやってね、前田さん肉球の上をスーッとスーッと、この肉球が見えたらもうやめてあげてください。ワンちゃんは結構中まで綺麗に反り上げるんですけど、猫ちゃんはそれしちゃうと砂ね、掴んじゃってお部屋中砂浜にされちゃいますよ。今、飼い猫の際で、こんな山猫みたいなのがあ、いますよね、いろいろね。あんなんでも、うん、普通の猫が出ていいんですか。いやです。ああいう山猫チックな子たちっていうのはそもそも抑えが効かないところがあって、もうスイッチ入っちゃうと食われちゃう。あ、そうですか。ところがあって、で多分飼い主さんもキャリーバッグに入れて連れてくるっていうことが多分できないと思うんですね。ただ飼い主さんと一緒にこう小さい頃から飼っているとお風呂に入る習慣なんかをつけておくといいかもしれませんね。上手だったね、今。くるんってしいなね。ドライヤー自体はずっとつけてる。あ、今ね、クーリングっていう作業で、はい、この子全身温められて、はい、暑いでしょう。なので、冷たいサービスをします。これをね、しないと、熱中症になったりですとかね。うん、家でお風呂入った後に、うん、どういうふうにしたらいいですか。あ、家でも冷風してあげてください、遠くからそよそよ。家でね、一番されるのがダメなのが、ドライヤーを早く乾かしてあげようと思って振ることなんですよ。あ、こういう、そうです。
くるとはだん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 なってますね。膝の上でも膝の上でもこうパシッパシッときてる。そうですね。なじませますね。だんだんしちゃったところね。そしたら最後シートだけ溶かしてあげて。はい、オッケーです。どうですか、皆さん。いや、分かるね。分かるね。俺やったらなんか、ね、木の根元がやっぱちょっと湿るんだよね。ああ。なんでか。で、あんまり長時間ドライヤー当てるのどうなんだろうってなんか言っとく。風の加減分かんなかったら、はい、あんまりそれ以上やらなくてもいいかなと思って。調整はもう家でもできそうですね。そうだね。あ、ちょっと見たい。あやさんが抱っこするとちっちゃくないです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。